リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリドです。はい、本日の動画はですね、セーブシシバナヘビのサナちゃんの、拒食についてのお話でございます。はい、そちらの話ね、進めていく前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方、フォローお願いいたします。はい、ということで、ね、本題の方に入っていくんですけれども、うちのセーブシシバナヘビのサナちゃんがですね、1月に入ってから、1月の十何日だったかな、くらいからですね、実は拒食期間にちょっと入ってしまっていて、まあ実はまだ、ご飯をね、全然食べていないっていう状態になります。で、この間、いつものね、メンテナンスライブ、金曜日にね、生放送をしていて、そこで、うちの子のね、様子っていうのをね、見たりとか、あとはご飯をあげたりっていうのをしてるんですけれども、その時に4匹解凍して、うち3匹はね、食べるのを確認できました。で、だから1匹は食べてはいるっていう状態なんですけれども、まあ、そんな状況下で、なんていうんですかね、とりあえずは食べたっていう状態ではあるんですけれども、まあ、拒食気味なのはよく拒食気味で変わらないっていう状態になっております。で、知り合いのね、獣医さんに実際に見ていただいて、その拒食の状態でっていうので、考えられるのは、多分冬眠期間、この寒さで、軽い冬眠期間に入ったんじゃないかというお話でございます。パネルヒーターで管理はしているものの、で、横にもね、今パネルヒーター入れてて、まあ、下にね、ギビアがちょっとたくさんいるんで、ギュビアの、ケースの上に、パネルヒーターと横にもパネルヒーターで保温してるんですけれども、実はうちに来てからの初めての冬になるんですね、この子。で、その、初めてのね、冬を迎えるにあたって、やっぱり、なんていうんですかね、まだその冬場のね、温度、まあしかも北海道ですからね、慣れていないっていうのもあるかもね、というお話にもなりまして、で、そこで、もしかしたら冬眠期間っていう形で温度がね、がっつり低くなって、で、1月とかから寒波もひどかったので、おそらくその影響で、体的には冬眠期間に入っていて、っていう状態なんじゃないかというお話でございます。で、冬眠がね、約10度、15度とか、それぐらい、まあ20度下回ったぐらいから、ちょっと冬眠モードというか、その、カロリーを抑えて、あんまりご飯を食べない期間、まあ拒食ですよね、という期間に入るというお話でした。で、実際に、この子を見てもらって、獣医さんにですね。で、すると、まずこの状態の活発な状態なので、結構元気なので、まず健康状態は問題ないんじゃないかと。っていうのと、もう一つ、まあ、目がくぼんだりとか、鼻が、ね、なんか、傷ついてたりとか、ブツブツができたりとか、そういう外傷みたいなものは全くないと。ああ、そっち入らないで。ああ、そっち入んないで。っていう状態でございました。で、プラス、本当に健康状態が悪くて、拒食で、例えば体力が全然ない子だと、例えばなんですけど、これを、ちょっと裏返しますね。裏返して、こうやってね、もう、自力で戻れないんですって。でも、見てください。全然戻れるでしょ、ほら。ね、ちょっと嫌そうだけど、はい。っていうところで、自力で戻れるので、健康状態に関しては問題がないんじゃないかなというところでございます。まあ、問題ないんじゃないかなというよりは問題ないというお話をいただきました。で、拒食期間は、多分この冬の期間を明けたら、春の陽気でね、室温が上がってくれば、おのずとご飯を食べるようになると思うよというお話でした。ヘビは特に、セーブシシバナヘビはですね、レオパとか、あとはうちにいる、サナちゃんじゃない、シェフィーさん、サバンナモニターですね。サバンナモニターや、レオパのロペやルフに比べると、そういう温度に対する変化っていうのが、敏感だというお話をいただきました。で、まあ、1月入ってからっていうお話だったので、冬の本格的な寒さっていうところで、やっぱり、冬眠期間じゃないですけれども、拒食が始まってしまったんじゃないかというお話でございます。なので、ちょっとその辺はね、気をつけながらっていうところにはなるんですけれども、ひとまずね、この子は元気そうなのでっていうのと、実際ね、セーブシシバナヘビを飼われていて、例えば北海道に住んでる方で、
急に寒くなって食べなくなったよっていう時には、まあ私の動画を少し参考にしていただいて、あのまあ参考程度ですよ、なんですけれども、あの冬の期間っていうのはやっぱりこうね、あの拒食期間が入るという、まあ冬眠のね期間が入るというふうに、頭の片隅にでも入れておいていただければ少し安心感が違うんじゃないかなと思います。なのでね、よかったらその参考程度にね、こちらの動画あの見ていただけると幸いです。でうちの子たちはね、結構他の子たちはちゃんとご飯食べていて、それこそシェフィーさんもねしっかりご飯食べているし、あとロペとルフもなんやかんや飯食ってるんで、あの子たちは大丈夫かなって私は思っております。はい、まああとはね、この子がご飯を食べてくれたらっていうところなんですけど、拒食期間に関しては3ヶ月ぐらいになったとしても多分大丈夫だと思うよと。ただ1週間に1回ご飯をあげるタイミングっていうのは設けてあげて、食べるか食べないかっていうのは見てあげるといいですよというお話になりました。はい、なので健康状態はすこぶる問題ないということなので、まあ自分で見てもね、あの健康状態いいなとは思ったので、あの大丈夫だとは思ってたんですけど、まあその知り合いのね、まあほぼほぼもうお友達みたいな感じにね、あのなってきている獣医さんの方なので、ちょっとね今日食事に行くタイミング、一緒にねご飯に行こうっていう話になってたので、その一緒に食事に行って、その時にね一緒にサナッチをね持ってって見てもらったんですよ。あのちっちゃいケースに北海道貼って、それで連れてったんですけれども、全然その時に見てもらったら、いや健康だよこれはっていうのと、これができなかったらダメなんだよねって話の、その健康状態を見るやり方っていうのを教えてもらったので、まずはねその状態でやっていこうかなっていうところでございます。はい、ちょっとねこの子自体はすごい元気ですね、めっちゃ動くはい、そんな感じでございます。まあね、これからちょっと拒食期間がね、まだ今2月の中旬なのでまだ続くとは思うんですけれども、毎週1回ねご飯をこうあげるタイミングっていうのはね、欠かさず行って、まあ食べなかったら食べなかったで、で強制休止をしてしまうと、セイブシシバナヘビは餌を餌として認識しないことが多いみたいなんですね、グイグイやると。なのでグイグイはやりすぎない方がいいよっていう話をされました。なのでそこは気をつけながらってところですね。でグイグイやらずに、食べてくれたら食べてもらった で食べなかったらそのまま一旦放置っていう形を取っていきたいなと思っております。はい、まあそんな感じのね、健康のねお話でございました。またね何かありましたら、そのような形でいろいろ撮っていけたらなと思っておりますので、よかったらねまたこちらの動画、私のね動画見ていただけますと幸いです。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらのフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。